っと、ああほら、ポコってますね。うわー、晴れたなー。はい、どうも、私は生き物好き YouTuber のなおちゃんと言います。そう、雨がね、午前中にね、ブワーっと降ったんですよ。ブワーっと降ったんですよね。こう雨もね、上がってね、セミも一斉に鳴き出しましてね。まあ、セミが鳴くっていうことはもうね、雨もね、上がったってことなんでね。まあ、今はね、8月のね、18日ですね。まあ、午後の1時半なんですけどもね。まあ、バーッと丸ハゲになりましたけどもね。だいぶ生えてきましたね。うわ、いた。でかいですよね。これ、すごくないですか？セスイスズメの幼虫。やばいっしょ。やばいよ、これ。すげえな、すごいのを出迎えしてくれましたね。うわー、しかしすごいな。この湿地帯は本当に神だわ。さあ、最終だ、最終だ。生き物観察、生き物採集、特にヘビ採集ですね。雨降ったね、直後ですからね、なかなかだと思うんですけどね。何が動いてたかな？気のせいか。おー、カナヘビか。ヘビはヘビでもカナヘビがいましたね。カナヘビはファーって出てきましたね。雨上がりですよ、雨上がり。こういうところがね、めちゃくちゃ怪しいですよね。ああ、そうそう、皆さんね、ほんとね、もうここら辺ね、めちゃくちゃね、マダニがいるんですよ。マダニが。私ほんとマダニ知らなくてね、いないもんだと私思ってたんですよ。ちょっとマダニには気をつけなきゃなと。まあでもこんだけ生い茂ってればいるか。いやー、ちょっと雲の巣だったな。で、雲の巣が張ってるってことは、人は来てないですね。っていうことは結構チャンスですね。で、本州でね、見つかるね、蛇8種類。これなんとかね、私こうね、神の山、蛇の聖地でですね、制覇したいと思ってるんですよ。コンプしたいと思ってるんですね。そう、蛇コンプしたいと思ってるんですよ。あ、意外なことに日ばかりですね。日ばかりないんですよね。そう。あとは、白マダラと、ジムグリですね。ジムグリは私がね、春にね、逃しちゃったんで。本当に息子が見つけてくれたのになぁ。どうかな、いるかな。ちょうどいい感じで開けてきましたね。この下とかいるかな。まあ、いないか。日が出てくると暑いですね。うん、これ、カナヘビのビビーか。ビビーいるってことは、まあ、やはりね、ヘビもいるでしょう。うん。この辺から結構暑いんですよね。いや、暑いっていうのは、基本もそうなんですけどもね、いる生き物がね、いる、いないとか、そういうところの暑さですね。まあ、どっちも暑いんですけどもね。まあ、皆さん大体ヘビはね、見たら怖いじゃないですか。どんな種類がいるんだろうとかね、知ることが武器ですね。知らないということはね、本当にね、危険ですよ、今の世の中。まあ、生きたね、やっぱり話をしてくれる人がね、身近にいればいいんですけどもね。まあ、高校生ぐらいの時まではね、そういう顧問の方がいたんでね、話いろいろ聞きましたけども。まあ、大人になっちゃうとね、自分でどんどん勉強していくしかないです。こう何度もね、足を運ぶことがね、生き物観察、生き物採集のね、極意だって私何度も言ってると思うんですけどもね、いるって分かってるところをね、もう何度もね、徹底的に回るんですよ。それはカブトムシクワガタとかともね、全く一緒なんですけども、それがね、ほんと極意ですよ。まあそうね、遠くなくね、ジムグリとかね、あとはシロマダラとかか、会えそうな気もするんですけどね、生き物相手なんで何とも言えないですけど、でもそんな気はね、もうずっとしてますね。雨上がりはね、ものすごくね、楽しめるんですけども。バーガーショー全然見ないですね。すごい日が出てきた。めちゃめちゃ暑いな。すっごい暑い。方向とね、照ってますよ。暑いな、これ。しかも雨上がった後だから、体感的に結構来ますね。カナヘビちゃんは結構いるんですよね。あ、ちっちゃいですね。まだまだ幼体ですね。幼体。まあ、成体にもなってませんね。あー、シマヘビいましたね、ほら。シマヘビ。シマヘビ捕まえましたね。いましたね、シマヘビまだいましたね。ちょっと木に絡まってるな。ちょっと頑張って取ろうか。よいしょ。はい、なんとかね、絡んでのね、なんとか捕まえました。まあまあね、大きいですね。まあまあ大きいですよ。うん。でもね、この子見てください、ほら、目のところ気になりますよね、これ。目のところについてるの何だと思います？これマダニですね。マダニがついてます。マダニいますね、これ、マダニ。おい。おぉ、ほぉ。マダニいますよ。マダニが、え、ああ、ほら、怒ってますね。マダニに怒ってますね、マダニに。いやー、マダニかわいそうだから、マダニ取ってあげようかな。ちょっとピンセット忘れちゃったけど。まぁ、あ、ちょっとなんとかして取ってあげようかな。いましたね。うん。ヒマヘビ。まあまあ、大きい。
よかった。これで、まあ、取れたかがね、ありましたね。よかった、よかった。よっしゃー。まだいたんだ、ここ。まあ、いいでしょう。OK。ニッコよくしてたんですよね。この子ね、ニッコよくしてたんですよ。雨上がって、体濡れて、まあ、ちょっと冷えてるじゃないですか。で、シマヘビはね、結構ニッコよくするんですよね。ニッコよく結構好きなんですよね。シマヘビちゃんはね。まあ、シマヘビは今年でね、これで5匹目ですか。まあ、ほんとね、全く見なかったんですよ、シマヘビ。全く今まで見なかったんですけど、こんなに見られるとはね、ちょっとね、興奮してますよ。いや、嬉しいですね。ただ、青大将はね、初回の一発だけでね、あれから全く入ってないんでね、どうなってんでしょうね。まあ、とりあえずね、まあ私、乱獲っちゃ乱獲になっちゃうかもしれないですけどね、まあ乱獲でも他にもね、結構取られちゃってね、もう売られてんのか殺されてんのかね、結構生態系も崩れそうなんで、私ね、一応この子一時的に保護しようと思ってますんでね、一時的に保護して、まあいい時期になったら私もちょっと逃がそうと思ってますんで、ね。はい。こんなとこでしょうかね。今回のね、動画はね、こんなとこでね、終わりたいと思います。それでは皆さんね、またね、次の動画でね、お会いしましょう。バイバイ。あー、ガブってきないんですか、ガブって。